ってまいりました。本日6月の19日の、19日の、ね。本日6月19日の、日曜日でございますね。何の日でしょうか。619。はい。なんか6のつく日じゃないですか。そう。6のつく日ですよ。はい。いろいろ関連性を探した上 で、何も出てこなかったのがすごいわかりますけど、はい、本日はですね、はい、GR ヤリスの、ね、これ鈴鹿サーキットで本日は、ね、ナンバーワン決定戦を行われるということで、もう今鈴鹿市街に入っております。高速降りましたね、今ね。降りましたね。で、今白っこにきがさっきついてるということですけども、そうですね、今日は白っこにきと、我々と、はい、そしてイービルワイヤー、あ、予約ね、予約ね、いやもうこれはもうどういうことになるんでしょうね。ね、本当に鈴鹿サーキット自体がちょっと久しぶりでして、あ、そっか、そう、公式大会がね昔やってたんですけど、はいはいはい、もう今年それ以来の鈴鹿サーキットでございましてね、非常に楽しみでございます。楽しみです。僕は小学校以来の鈴鹿サーキットですね。当時、うん、タミヤのイベントをやっていて、それに参加してた思い出があるんで、かなり何十年ぶりかな。やっぱ鈴鹿かけるミニ四駆ですよ。いや、ミニ四駆持って帰ってきましたよって姿に着いたら俺はここに帰ってきたよってミニ四駆持って、そうですね、そういうことです。あの頃の俺にそう言ってあげてください。何十年後の俺、また俺ミニ四駆持って帰ってきたって言ってかっこいい感じで。いやー、でもね、 GR ヤリス仕上げてきました。ちゃんと仕上げましたよ。今回は、今日の2時ぐらいに、手持ちのハイパーをね、はい、ちゃんとこう、計測して、はい、一番速いハイパーを入れたんで。マジですか。はい。ハイパー限定ですからね、今日も。そうですね。その前までなんか、持っていこうとした時に何も入ってましたっけ？ノーマル。レギュ違反ですからね。びっくりした。これ、蓋と間に入れる時に、うん、あれ？モーター違うと思って。ノーマルモーター入ってる。なんだろう、ノーマルモーター入れてピニオンギア抜いてましたから、ね。いや走らんわ。キュイーンって走らんわ、レギュー班が遅いわってなるんです。遅い方のレギュー班しましたんで。はい。しっかりと回してきました。まあ、2時までやってるから寝坊するんですよ。いや、もう、ね、いや、でもそれ考えると、うん、イビルワイヤー皆さんは、うん、昨日なんか、だいぶ遅くまで。夜中に配信してましたもんね。そう、スペースやってましたから。もう準備がね、ちゃんとやってたんですよ。そう、僕も昨日仕上げましたから昨日仕上げて動画撮ってあげてましたからね。そう、みんなだからある種ギリギリのところをせめぎ合いしてるんですよ。そう、ある種ちょっといろいろね、忙しさがあるから、おのんのね、新婚ですからね。いやいや、ありがとうございます。新婚ですからね。ありがとうございます、ね。嫁さん怒らなかったんですか、朝早い時とか。もうやっぱりね、あまりにも早い時目覚ましとかなった時にポンってね、戦えたことはありますけど。あ、なるほど、うん。まあ、やっぱりちょっとご理解いただいてますんでね。あ、はい、よかったですね。優しいですね。優しいですね。優しいですね。はい。僕は一回も見たことないですけど。そうですね。まだ、まだお会いしたことないですけどね。はい。まあ、いい嫁さんなんでね。どこが好きなんですか、そんなの。嫁さんのどこが好きなんですか。やっぱり。何が一番好きなんですか、奥さんの。やっぱりね、楽しいところですかね、一緒におってね。いや、そんなんじゃなくて、なんか何がいい？愛嬌がある。あ、なるほど、うん、なるほど。何よこれ何のインタビューの。なるほど、はい。結婚するきっかけのプロポーズの言葉とか何なんですか？竹雄のプロポは何なんですか？竹雄のプロポは僕のプロポはね、ほんまに何て言ったんですか？もうシンプル、結婚してくれへんって。何これ。プロポーズ前に、その家に送り届ける前に時間もらえるって言って。そういうことか、そういうことか。で、なるほど、なるほど。まあまあ、あるものを渡して。なるほど。そうそう。手土産みたいな。まあまあ、指輪じゃないけど、なんか、花みたいな。花？ブリザードフラワーみたいなのを渡して。へぇ。で、結婚してくれへんみたいな話。おう、これどういうことなのかな。いや、気になりますよね、皆さんね、竹雄ちゃん。うん、だってそれは、だって YouTube でさ、竹雄、入籍しました言うてたよ。はい。これはもう、みん
んな気になってましたよ、ね、みんなおめでとうございますって書いてるあのコメントの裏には、なんてプロポーズしたんやろ、どういう人なんやろっていうのがあると思う、うん、そういうことです。そう、それで、そう、まあ、それで、まあ、即答えたんですか、まあ、私でよければっていうのを言っていただきまして、わー、できた嫁だ、それ。はい、あー、うん、奥さんのどう？もうやって、もうええか。今から鈴鹿レースですからね、鈴鹿でね。はい。番外編になっちゃうから。番外編になっちゃうから。これはあれですね、また竹雄チャンネルと相原敷地コラボで、はい、竹雄さんの新居に行ってですね。やめろ。こうなんかこうね、ここから下だけご出演いただくみたいな。ね、インタビューしていきたいと思います。まあね、はい、はい、そんな感じで。皆さん気になるコメント、質問あったら竹雄チャンネルにね、はい、コメント欄に、うん、はい、どこで出会ったんですかとかね、手料理が一番何が好きですかとかね、なんかそういう質問はね、どしどし、うんうん、コメント欄に、うん、はい、お願いいたします。まあね、疲れてるかわかりませんけどね、この辺がね。全勝手よって。いやいやいやね、はい。というわけで、はい、今から鈴鹿サーキット行ってね、レースに挑みたいと思いますんで。はい、まあ優勝ですよ。あ、こっちが遊園地だ。確かに、こっちなんかサーキット、あ、サーキットとかありますね。お、モータースポーツゲートなので、モータースポーツ、あー、痛い、あった、痛い、あった、痛い、お、あー、あれはあれはあれは分かりますかね、あれ分かる、さすらいの一緒、でも痩せてる、痩せてる、痩せてる、ちょっと細ってる、痩せてる、ちょっと細ってる、若干痩せてるっすよね、やっぱり。お、お願いします、お願いします。こちらにね、マシンがたくさん並んでおりまして、この中でどのマシンが1位になりそうかという予想をしていただきますね。風、見た目だけですね。あと改造方法とか、皆さん、どのマシンが1位になるのかちょっと気になりますね。結構安全ピンからちぎれやすくなっておりまして、さあ、こんな感じで気をつけてくださいっていう、すごいね。僕ズボンに引っ付けてたらちぎれましたんで、なさないように無心配であればポケットに入れるとか、たまにチェックするように、ね、素晴らしい。何座ってんすか、何座ってんの、カメラの設定やってんのよ、タバコって座ってんの、カメラの設定やってんの、口パッチになりました、口パッチ、いや、ちょっとね、トイレ掃除してなかったからな、怒ってるな、これ親父っちになるかもしれないです、ね、あカメラ設定中です。さあ、レイアウトの方もね、もう組まれております。まあ、スタートこうですね、こうウェブ行って、平面バンクの平面からのドラゴンバック、あ、テーブルトップかからのレーンチェンジですね。はい、結構ハイスピードコースなんで勢いに乗ってジャンプするんでね、これどう抑えれるかっていうのと、まあ、レーンチェンジを近い入れるかっていうところが肝になるかなと思いますね。さあ、この後配信が開始されますが、竹雄マシンはちゃんと走るのか、一回も走らせないんでね、ちょっと怖いですけどね。はい、楽しみです。あら、あら今日は感染として来たんですよね。参加してないの、感染として。はい、ね。あ、ステッカーありがとうございます。完成版楽しみにしてます。はい。今回ね、HRGP で、発売させてもらいます、竹雄ステッカーをね、今回作っていただきますんで、また、はい。また、竹雄ちゃんの方にも、ちょっとデザインとかね、出します。はい。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は初参戦ですね。どうですか、初めて3000円で組んでみてどうでした？難しいですよね。難しい。いや、でもすごい難しいけど、めちゃくちゃ楽しい。あ、そう、分かるっすよ。ミニ四駆捨てる感もね。そう半端じゃない。作るのはね、やっぱり楽って言ったらあれですけど、やっぱり、うん、そうね、押っつけるだけなんでね、うん、やっぱり今までと違う改造ができるんで、ミニ四駆自体のモチベがすごい分かる。あ、そうね。かなりそう、これでね、いいレースをすればよく、ね、はい、あとはじゃあ結果に期待で。マシも仕上がってますね。あとね、歴代の、はい、熱神戸さんのマシンが並んでますね。こっちから行きますと、ヤリスカップ仕様、
で、ビッツも、熱神戸産仕様で、こちらがスープラの、仕様ですね。神戸仕様で、これがね、また違うんですね。これが何や、ヤリスカップ仕様とこれ別なのかな。ちょっとね、ステッカーのデザインが違います。で、こちら TS050 の熱神戸産バージョンですね。で、こちらがキャットトラックの、キャットラックの、ネット神戸さんバージョンですね。はい、というふうな、こんな感じで、1、2、3、4、5、6個出てますね。はい、こんな感じで機体のものが並んでます。あ、スーパーワンテかっこいいですよね。かっこいい、かっこいい、うん、アバンテの要は最新バージョンってことですかね。そうね、ラジコンのさ、出たやつの、はい、あ、ラジコンなんですか。そうそう、これラジコンで、ラジコンで、はい、最近出たやつがジュニアで出たんで、はい、あ、そうなんですね、さすがお詳しい、ラジコンの方です。そうそう。だからスーパーアバンテってもともとさ、ミニ四駆であったじゃん、はい、あれはスーパーアバンテで、はい、で、同じ名前で、はい、ラジコンが違う形でこれ、ネズさんのデザインで出て、あ、なるほど。で、それのまたジュニアだから、スーパーアバンテジュニアみたいな。そうそう、ミニ四駆だけしかないのがスーパーバンテで、そのラジコンであるのがスーパーバンテで、そう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 、ジュニア。ああ、なるほどね。そうそうそう、この顔色とかいいっすね。そう、S3 っぽいよね、うん、ぽいっす。わあ、かっこいいな。 VZ、 へえ。まだ出てないんですよね、6月25だから。もうすぐ出てる。そう、今日6月19なんで、まだ発売前なのにも出てるということで、うん、へえ、はい、これもかっこいいな。やっぱこういう形のマシンいいです ね、 ね、 ね、やっぱり形軸ならではというか。そうですね、うん、あ、ケンイチさんがやってくれるでしょ。うまいことやってくれるでしょ、ケンイチさんね。ちょ、予約おかしないですか。予約やば、あー、これは前哨戦としては、あ、入った栗木さん勝ち。構えるから。あささ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 さ栄養、栄養を得て帰りましょうね。ウーロン茶、あ、まあまあ、やばいっす。もう酒飲んでるようにしか見えないっす。その感じ。心なしが乾く見えるもん。